おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野が今日も皆様にコミュニケーションのトレーナーとして一つ大切なお話をプレゼンテーションさせていただきます。昨日に続いてテーマは伝わる英語を喋る、何が必要かというお話をしたいと思います。私はですね、社会人の ESS 2つの会の会長をやってます。20年近く会長をやってますが、そこで分かったことはですね、はい、伝わる英語、相手の腹に落ちるプレゼンできるにはどうしたらいいかということなんですが、言えることは難しい単語を使わないことです。はい、私が尊敬してやまない友人にですね、又村さんって方がいますが、彼はこう主張しますね。伝わる英語、単語なんかは800ぐらいしか使ってないってことなんですよ。800ですよ。一流大学に入るにはですね、1万語ぐらい単語を知らなければならない。重要なですね、フレーズ、入試で出ますからね。いい高校に入るにはですね、難しい単語、難しいフレーズをたくさん暗記しなければならないんですよ。しかし、それらの単語は通常の会話ではですね、不必要なんですよ。不必要。受験のための、あるいはですね、学術誌にペーパー書くには必要でしょうね。学術誌にはですね、通常会話には800語も知ってればですね、しっかり相手の腹に落とせる英語プレゼンができるということなんですよ。はい、私のですね、友人にはですね、もう70近い友人がですよ、これから全ての単語を勉強し直すんだと、これから全てのいいフレーズを勉強し直すんだと言ってますが、そういう人はですね、もっともっと相手に伝わらない英語を喋るでしょう。はい、今日はこの辺りにしておきましょう。さようなら。